いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がですね3万人に到達しました。ご登録いただき本当にありがとうございます。今後はですね今まで通り、作業動画も少し作っていきたいとは思うんですけれども、視聴者の方のためになるような動画をいろいろ作っていきたいと思いますので、初心者から見てためになるようなもので中級上級と時々作っていきながら分かりやすいものをどんどんやっていきたいと思いますので、いろいろご意見いただけましたらコメントの方お願いします。動画投稿を始めて1年と3ヶ月ぐらい経ったんですけれども、まさかこんなに早くね3万人という結構考えてもいなかったような数字になると、なかなか本当にね嬉しくて、もうもっともっとねいろいろやっていきたいんですけれども、いろんな仕事、仕事のね業務と合わせて動画を作っていく中で少しちょっと、なんかねこだわった作り方し始めると時間がかかって、今までみたいに昼休みで終わらなくなってきたので、今後はですね手軽に作れるようなコンテンツでためになるようなものを、ホワイトボードとかを使ってですねできるレクチャーとかを少し取り入れて、やっていきたいと思いますので、また、ご視聴の方よろしくお願いします。で、ここ何回かチャンネル登録が増えた時に、今まで同様今回も、おすすめの工具の紹介をちょっとですねやっていきたいと思います。でまずでは早速いろいろ紹介していきたいんですけれども、まずですねつかみ物でいろいろとこう種類持ってるんですけれども、ちょっとこう長いロングノーズ系のものなんですけれども、このロングノーズ2種類だけしか使わないです。何種類か持ってたんですけども、結局よく使うのはこれだけだったんで、あの残りのやつはみんなねヤフオクで売っちゃいました。でスナップオンも買ってみたんですけど違いが分からなかったので、普通のものにか普通のものというかね、これは KTC ですね。 KTC の45度のタイプと、こっちがアストロで買ったやつかな、アストロプロダクツで買ったやつ、これは要は安物ですよ。でこれは90度に曲がってるタイプなんですけども、ほとんどの場合、ホースのクランプを外すのが目的ですね。で入る角度が違ってくるので真上から行ってホースクランプ外すときはこっちを使います。でちょっとこう斜めから奥の方の外すときなんかはこれでやります。あとは、こういったホース関係ですね、固着してますので必ずこう固着しているこういうところをつまんでこうグリグリグリって一回緩めてから外すんですけれども、同じですね、入る場所が変わってくればこういうふうに、こういうふうについているものであれば上からこうやったりとかっていう使い方をします。でこれ以外にもなんかね種類すごいいっぱいあるんですけど、そんなにはね私はいらないんじゃないかなと思います。これが一番使ってます。ちなみにね、はい、続いてはですねプライヤーです。でこのプライヤーごく普通のもう本当にどこにでも売ってるのかな、ペンチって言われるようなねやつとはちょっと違うんですよ。これホースにですね大体こうクランプついてますよね。でこのクランプを外してあげなきゃいけないんですよ。でクランプを外すときにこれね、これのストレートがあればもちろんそれでもいいんですけれども、時々スペース的にこの長さじゃないと入らないとかっていう時があるんですよ。そういう時はこのプライヤーを使ってここの部分のクランプを外してあげるんですけれども、そのクランプを外す時にですねちょっと種類がいろいろあるんで持ってきたんですけど、クランプの種類がですねこういろいろ持ってきたんですね。こういうクランプがホースについてるかと思うんですけれども、たまたまうまくこうぴったりつかめるもの、こういうものであればね多少はいいんですけれども、この2つになってるタイプね、この2つと1つになってるこのタイプになってくると同時にこう噛めるのはこう横からなんですよね。横からだと噛めるんですけど、こっち側だと幅的にこれつかめちゃうな。場所がねこんな状況で整備できないんですよ。もうなかなかうまく入らないんで、
ちょうどぴったりのところに持っていくのが結構大変なんですね。でこの幅が狭いというのがもうホースのクランプをつかむのにやりにくいので、結局この横、この幅が広い部分を使ってこうやって外してあげるっていうのが、まあ通常皆さんやってるんだと思うんですけれども、ここの部分がこうだったらいいなっていうものが売ってなくてですね、そこで私が自ら自作しました。まあここの部分ちょっと黒くなってるからわかると思うんですけども、これ KTC を改造しちゃいました。まあどっちもどっちでいいんですけどね。これ頭の部分をこういう感じでですね、もう平たく広げて、これ溶接で盛っただけなんですよ。もう溶接でもりもりにして削っただけなんで、まあちょっと汚らしいんですけど、これがね、トヨタにいた時に作ったもので、もうね20年ぐらい使ってるから、これを。でその時に考えついたんです。もう板金の仕事をやってた時に、やっぱりこう狭いところでここの幅とこの幅両方広いのがあればいいなって。でこれだとかなりね、しっかりとクランプを押さえることができるんですね。こうクランプをね持つ時にしっかりこうやってクランプを挟むことができるんですよ。これだとね滑りやすいんですよね。こうね常に横でやれればいいんですけど、こっち側でやるとちょっとね、スペース的にこの幅が狭い分、これも余裕でできるので、この幅があれば。でこの幅は何に合わせたかっていうと、ちょっと今ねクランプが用意できなかったんですけど、ラジエーターホースのクランプに合わせたんですよ。でラジエーターホースのクランプが今ねちょっと手元に用意できなかったんで申し訳ないですけど、これね、こんなホースでここが2つ割れてるやつがあるんですよね。ここがつながってないタイプのクランプだと、これがね片っぽしか噛めないんですよ、幅的に。でもこれだと両方噛めるので、ホースのねクランプしっかりと掴むことができます。で、ちょっとだいぶ削って、使ってるうちに削れてきちゃったんですけど、滑り止めをね溝掘ってあったんですね、ここにね。まあこれはもう完全オリジナルなんですけれども、なんかの時に溶接でちょっとねこういうプライヤーもし持ってたら、作ってみるといいと思います。最近ちょっとねやっぱりここがね斜めの方がいいなって思ってきたんですよ。片っぽどっちか片っぽがね、こう斜めになってるとプライヤーがまっすぐ入るときはいいんだけど、こう斜めから入るときにも片方だけでも斜めになってたら掴みやすいかなっていうのもちょっとね思ったんで、また改造しようかなと思ってます。次にですね、まあ、これはちょっとね別にスナップオン買わなくてよかったんですけど、毎週毎週スナップオン来るんですよご丁寧に来てくれるんで時々なんか買うんで、まあ、スナップオン買ってみたものの、別にやっぱりスナップオンじゃなくてよかったなっていう。ただ新しいこうグリップなんで、ちょっとこっちの新しいグリップのやつがこうね気に入ってるんですよ、三角のグリップが。ただこれはあのホースリムーバーっていう、ラジエーターホースとかですね、まあこういうホース関係のこういうところ固着してるところを少し浮かして、ぐるっとこうホースの、まあこれホースだとしたらぐるっとこうホースのね固着しているところを浮かすのに使うんですけども、これすごいよく使うんですよ、この角度も。でこれの90度になってるタイプ、90度になってるタイプっていうのがすごく、あったらいいなって。普通に売ってるんですよ、当たり前に売ってるんですけど、もしいらないドライバーがあったらこういう風に作ってください。これちょっとね、なんかのおまけでついてきたようなどうでもいいドライバーなんですけど、結局そのドライバーっていうのは曲げても、すごい強度は保てるんですね。で先っぽをまあちょっとこうこんな感じにしておけば、いらないプラスドライバーとかマイナスドライバーってよくあると思うんですけど、車載工具なんかのドライバーとかもいいですね。工具としては使えるぐらいの強度出てますので、まあ、そういった工具工って言われる鉄、普通のねスチールだとこう曲げても使えないんですけど、これすっごい硬いんで、これもホースリムーバーですね、ホースの固着を剥がしたりするときに使ってます。これもまあ自作なんですけども、わざわざこういうのを買わなくても安物で作ることもできますという紹介ですね。最後にニッパー、あれニッパー、あれニッパー紹介したな、クニペックス
クニペックスは紹介したな。ニッパーといえばクニペックスなんですけど、もうねこれはちょっと5000円弱だったかなだと思うんですが、もうニッパーはさすがにクニペックスをおすすめします。ちょっと高いですけど、もうねニッパーって刃こぼれしたら結局何の役にも立たないんで、これ見てもらうと分かるんですけどね、全く刃こぼれしてないんですよ。まあこれもね10年以上15年ぐらい使ってるのかな。これも全然刃こぼれしてない上にもう相当硬いものを切れるので、これもやっぱりおすすめです。もうこんなねグリップボロボロになってますけど、まだ当たり前に使ってます。最後はもうこれね本当に気に入ってるんで、壊れたら同じもの買おうと思ってるんですけど、フロアジャッキですね。アルミのフロアジャッキで 1.5 トンのタイプなんですけれども、これがですね、私が独立してすぐ買ったので、何年だ、これも15年ぐらい使ってるのかな。で皆さん多分使ってるって言ってももう1週間に1回使えばいい方ですよね。ジャッキってまあめったに使わないと思うんですよ。ですごい頻繁に使う方はこれともう一個大きいやつをね使うと思うんですが、私のこのジャッキはですねもうほぼメインでこれだけなんですね。ジャッキで作業するって言ったらほぼメインこれだけで、よっぽど高く上げるとき以外はこれを使ってるんですよ。でなんでこればっかり使うかっていうと、まあ、軽いんですよね。移動が軽くてストロークがこうすごく楽。一番高いところまで5回で上がります。で5回で上がるんですが、実際は荷重がかかると、まあ、5回では済まされないんですけれども、これがいいところはね、わずかなレバーでもちゃんと上がってってくれるんですね。安物はちょっとねレバーを最初のうちに、油圧をかけるような感じでね少しこう動かしておかないといけないっていうのがあるので、まあ安物でなんかこう体験したことあるかもしれないですけどね、まあ、そういうのが全くないんですね。ちゃんとレバーを動かしただけ油圧がしっかりかかるので、バンパーなどのね大きいタイプのバンパーついてても、ジャッキを横から入れて、少しずつ上げることができます。でこのジャッキですね、まあ、もともとここにゴムがついてたのがどっか行っちゃったんで買い直したのが あるんですけど、このジャッキですねシリンダーがダブルなんですね。でここがシングルのやつだとやっぱり上がらないというか力がかかりにくいものが多くてですね、だいぶ汚れてますけれども、オイルのエア抜きとか、オイルを入れるところもちゃんとあるので、時々、まあ、メンテナンスは多少やってます。5年に1回ぐらい未だにシール交換してないんですよね。で、ここのね汚いですけど会社が、はい、大事工業さん、いまだにねいろんなものでお世話になってます。最近買ったのはブースターケーブルとかも大事工業さんの買いましたね。でここの会社のものをものすごい信頼してます。まあ、このジャッキがすごいから信頼してるんですけども、確か3万円ぐらいだったと思います。当時今もそのくらいで売ってるのかな、なんかで調べたらまだ売ってましたね。で高いっちゃ高いんですけど、もう本当に整備をちゃんとやっていきたいなっていう人には本当におすすめです。あとまあサーキット行く人、特にね安全ですし、整備もね実際まあこれを使って結構高いところまで上げてね馬かけるなんてのは余裕でできますから、まあ、時々使うっていう人ではなく、本当に頻繁に使うっていう人でさらに持ち運びたいっていう人は本当におすすめです。もちろんこのタイプのやつはみんなそうなんですけども、この棒が、ちゃんとね外せるようになってます。で今回の工具紹介は以上になります。